イングランドはグレートブリテン及び北アイルランド連合王国を構成する4つの国の一つである。人口は連合王国の83%以上、面積はグレートブリテン島の南部の約3分の2を占める。北方はスコットランドと西方はウェールズと接する。北海、アイリッシュ海、大西洋、イギリス海峡に面している。イングランドの名は ドイツ北部、アンゲルン半島出身のゲルマン人の一種族で、ブリテン島南部に、サクソン人と共に来航し定住した、アングル人の土地を意味する、エンラランドに由来する。イングランドは、ウェールズと共に、かつてのイングランド王国を構成していた。日本においては、イングランド、または、イングランド及び、ウェールズを指して、しばしば、イギリス、または、 英国という呼び方が用いられることがあり、このうち英国という場合は、連合王国全体ではなく、競技にイングランドを指す意味で使用される場合がある。また、日本語に限らず、様々な言語で文脈によってはイングランドを連合王国全体を指して用いることがあるが、これはイングランド以外の実情を考慮していないもので、あり、ポリティカルコレクトネスに即していないと言える。 したがって、イングランド外の出身者に対して、イングリッシュという故障を用いることは間違いであり、民族感情的な反感を生む場合もあるので注意を、要する。イングランドの名はフランス語で、アンリテールというように、アングル人の土地という意味である。ローマ領ブリタニアから、ローマ軍団が引き上げた後、 ゲルマン系アングロサクソン人が侵入し、ケルト系ブリトン人を征服、または追放して、アングロサクソン7王国が成立した。アングロサクソンの諸王国は、デーン人を中心とするバイキングの侵入によって、壊滅的な打撃を受けたが、878年に、ウェセックス王アルフレッドが、エディントンの戦いで、デーン人に打ち勝って、ウェドモアのアギを締結し、 レーンロー地方を除くイングランド南部を統一した。886年にアルフレッドはロンドンを奪回エドガー平和王の時代に北部も統一され、現在のイングランドとほぼ同じ領域となる。927年にアゼルスタンがイングランド王国を建国。一時イングランド王国はデンマーク王クヌーズに征服されるが、その後再びアングロサクソンの王家が復興する。 1066年ノルマンディー公ギオーム2世に征服され、ギオームがウィリアム1世として即位、ノルマン朝が開かれた。ノルマン朝がスコットランドへのノルマンコンクエストを開始し、アングロサクソン系の支配者層はほぼ一掃され、フランス語が国王、貴族の公用語となった。プランタジネット朝は英仏に広大な領土を持つ安住帝国となるが、 この時期になると、フランス系のイングランド諸領主も次第にイングランドに定着し、イングランド人としてのアイデンティティを持ち始めた。スコットランド独立戦争は、13世紀から14世紀にかけて長期にわたり、イングランド軍が北部を攻撃したが、1314年に、ロバート・ブルースが、スコットランドの大部分を再征服し、スコットランドの独立を保った。 百年戦争によってフランス領土はほぼ完全に失われた。バラ戦争の際、1485年のボズワースの戦いで勝利したヘンリー7世がウェールズ人のウェールズ大公の決闘から出てイングランド王家に収まった。1536年のウェールズ法処方によるウェールズ統合により単一国家イングランド及びウェールズ都市。 この王朝の家臣団では、ウェールズ人が重要な地位を占めた。こうした経緯から、ウェールズ人は、同王朝のヘンリー8世からエリザベス1世までの、国王が推進したイングランド国教会創設などに、協力的な姿勢を見せることになったのである。1603年以来、ジェームズ1世がイングランドとスコットランドの両方を、統治していた。スコットランドの宗教改革、 新京都革命、イングランド共和国の成立、イングランド王政復古。殺戮時代に、スコットランドを弾圧。大同盟戦争、名誉革命。ウィリアマイト戦争でアイルランドを弾圧。1707年にイングランドとスコットランドが連合して、グレートブリテン王国を形成し、合同法によって、両国の議会は統合された。ジャコバイトの反乱。 1798年のアイルランド反乱をきっかけに1800年の連合法がグレートブリテン議会及びアイルランド議会の双方で可決され1801年にグレートブリテン王国とアイルランド王国が合併したこのような過程を経て現在につながる民族としてのイングランド人が誕生したアイルランド独立戦争後1922年に AI 条約でアイルランド自由国が独立し、北部は北アイルランドとしてイギリスに止まった。1996年に北部アイルランド、1999年にはスコットランドに292年ぶりに議会が復活し、ウェールズ議会も開設され、地方文献的自治が始まったが、イングランド議会は議会合同以来存在しない。 ウェストミンスター宮殿イングランドの地方行政制度は、時の政府の政策によって変遷が激しく、歴史的な実態と必ずしも対応していない。例えば、ロンドン市役所は、サッチャー政権によって廃止され、一種の区役所のみが、世紀の行政組織として機能していたが、2000年に、ブレア政権によって、グレーターロンドン地域として復活した。現在のイングランドは、 行政的に9つの地域に区分される。このうちオーロンドン地域のみが2000年以降市長と市議会を有するが、その他の地域には知事のような市長は存在せず、議会を設置するかどうかは住民投票によって決まるので、議会が存在しない地域もある。地域を統括する行政庁は存在するが、それほど大きな権限はない。つまり、地域は 行政上存在しても、あまり実体のある存在とは言えない。ブレア労働党政権は、地域の行政的権限を強化した意向だったが、保守党は反対していた。したがって、現在のところ、実体のある、地方行政組織は、行政州、または、都市州であり、都市州の下級行政単位として区が存在する地域も、あるが、都市州がなく、 区のみが存在する地域もある。行政州以外に、伝統的な州も名目的ながら、現在も使用されるが、行政的な実態はない。イングランドは、グレートブリテン島の南部約3分の2と、ランズエンド岬南西の大西洋上にある、シリー諸島、イギリス海峡にある、ワイト島などの周辺の小さい島で構成されている。北方は、スコットランドと、西方は、 ウェールズと接する。連合王国の中で最もヨーロッパ大陸に近く、対岸のフランスまで約3 3トルである。東側は北海に面し、西側はトゥイード川口からスコットランドとの境界沿いに南西へ向かい、アイリッシュ海沿岸部、ウェールズとの境界線を通って、グレートブリテン島の西端ランズエンド岬に達する。 北境にあたるスコットランドとの境界は、西のソルウェイ湾からチェビオット丘陵に沿って、東のトゥイード川口まで、南はイギリス海峡に面している。地形は変化に富み、ティーズ川とエクス川を結ぶ線で分けられる。北部と西部は全般に山岳地帯で、ペナイン山脈がイングランド北部の背骨を形成している。北西部カンブリアにはカンブリア山地があり、 標高978メートルで最高峰のスコーフェルサンはイングランドの最高峰でもある。またここは大小様々な湖が連なる湖水地方として知られ、ピーター・ラビットの舞台としても有名である。また、平地の部分もあり、フェンと呼ばれる東部の湿地帯は農業用地になっている。イングランドの最大の都市はロンドンであり、 世界でも最も繁栄した都市の一つである。第二の都市は、蒸気機関で有名なジェームズ・ワットが、生涯のほとんどを過ごした、バーミンガムである。英仏海峡トンネルによってイングランドは、大陸ヨーロッパとつながっている。イングランドで最も大きい天然光は、南海岸のプールである。オーストラリアのシドニーに次いで、世界で2番目に大きい天然光という主張もあるが、 これには、異論もある。イングランドは温帯であり、海に囲まれているため気候は、比較的穏やかであるが、季節によって気温は変動する。南西からの変成風が、大西洋の暖かく湿った空気を運んでくるため東側は、乾燥し、ヨーロッパ大陸に近い南側が、最も暖かい。高地地帯から離れた地域においては頻繁ではないが、冬や早春には、 雪が降ることがある。イングランドの最高気温の記録は2003年8月10日に、ケント州のブログデールの摂氏38.5度である。最低気温の記録は1982年1月10日に、シュロップシャー州のエドグモンドのーヒク、摂氏26.1度である。年平均気温は、南部で摂氏11.1度、北西部で摂氏8.9度。 月平均気温は、最も暑い7月で、約摂氏16.1度、最も寒い1月で、約摂氏4.4度ある。摂氏5度以下になったり、摂氏30度以上になることは、ほとんどない。ロンドンの月平均気温は、1月が摂氏4.4度、7月が、摂氏17.8度である。霧や曇りの天気が多く、特に、ペナイン山脈や内陸部で顕著である。 年功水量は760ミ、mm、リメートルほどで年間を通して降水量が豊富であるが月別では10月が最も多いイングランド銀行連合王国の中では最大であるヨーロッパの上位500社のうち100社がロンドンに存在するイングランドは高度に工業化されており世界経済の中心の一つであった科学工業製薬航空業軍需産業 ソフトウェアなどが発達している。イングランドは工業製品を輸出し、プルトニウム、金属、紅茶、羊毛、砂糖、木材、バター、肉のような資源を輸入している。ただし、牛肉に関しては、フランス、イタリア、ギリシャ、オランダ、ベルギー、スペインなどへ輸出している。ロンドンは国際的な金融市場の中心地であり、 イギリスの金利と金融政策を決定する中央銀行であるイングランド銀行やヨーロッパ最大の株式市場であるロンドン証券取引所がある。イングランドの伝統的な重工業はイギリス全体の重工業と同様に急激に衰退した。一方でサービス業が成長しイングランドの経済の重要な位置を占めている。 例えば観光業はイギリスで6番目に大きな産業であり760億ポンドの規模である。2002年時点では労働人口の6.1%にあたる180万人をフルタイムで雇用している。ロンドンには世界中から毎年数百万人が観光に訪れる。イングランドではポンドが法定通貨である。かつてはイングランド国教会以外の宗教、とりわけ、 ローマカトリックが禁圧されたが、現在のイングランドには多様な宗教が存在し、特定の宗教を持たない、あるいは、無宗教の人の割合も多い。宗教的な行事の位置づけは低下しつつある。2000年時点のイングランドの宗教の比率は、以下の通りである。キリスト教 75.、75.6%イスラム教、1.7%ヒンドゥー教1、1%、その他。 1.6%特定の宗教を持たない、あるいは無宗教 20.、20.1%。キリスト教カンタベリー大聖堂キリスト教は、カンタベリーのアウグスティヌスの時代に、スコットランドやヨーロッパ大陸からイングランドへやってきた、宣教師によって到来した。685年のウィットビー教会会議によって、 ローマ式の天礼を取り入れることが決定された。1536年にヘンリー・パッセイがキャサリン・オブ・アラゴンとの離婚しようとした問題によってローマと分裂し宗教改革を経てイングランド国教会と成功会が生まれた。他のスコットランド、ウェールズ、北アイルランドとは違い、イングランドではイングランド国教会が国家宗教である。 16世紀のヘンリー達成によるローマとの分裂と修道院の解散は教会に大きな影響を与えた。イングランド国教会はアングリカンコミニオンの一部であり、以前としてイングランドのキリスト教で最も大きい。イングランド国教会の大聖堂や教区教会は建築学上意義のある重要な歴史的建築物である。イングランドのその他の 主なプロテスタントの教派には、メソジスト、バプテスト教会、合同改革派教会がある。規模は、小さいが無視できない教派として、キリスト友会と、救世軍がある。近年は、女性聖職者を認める、聖公会の姿勢に反発する信徒などによる、ローマカトリックへの改修も少なくない。その他の宗教20世紀後半から、中東や、 南アジアとりわけ英連邦諸国からの移民により、イスラム教、シーク教、ヒンドゥー教の割合が増加した。バーミンガム、ブラックバーン、ボルトン、ブラッドフォード、ルートン、マンチェスター、レスター、ロンドン、オールダムには、ムスリムのコミュニティがある。イングランドのユダヤ教のコミュニティは主に、ロンドン、特にゴルダーズグリーンのような北西部の郊外に、存在する。 イングランドとウェールズでは、義務教育は5歳から16歳までであり、学校は90%が公立である。大学は全部で34あるが、ケンブリッジ大学とオックスフォード大学を除いて、19から20世紀に創設されている。大学以外の高等教育機関として、工業、農業、美術、商業、科学などの専門学校がある。 現代のイングランドの文化は、イギリス全体の文化とは価値がたい場合があり、混在している。しかし歴史的、伝統的なイングランドの文化は、スコットランドやウェールズと明確に異なっている。イングリッシュ・ヘリテッジというイングランドの史跡、建築物、及び環境を管理する政府の組織がある。クラシック音楽ポピューラー音楽イングランドには、様々な食べ物がある。例えば、 コーンウォール州の鈴鉱山の甲府の弁当から発達したコーニッシュパスティにはひき肉と野菜が入っている。縁が大きいのは鈴を採掘した時につく有害物質を食べないようにするためで縁は食べない。また、レストランやパブのメニューにはシェパーズパイがあり、スコーンも有名である。サッカー、ラグビー、ラグビーリーグ、クリケット、テニス、バドミントン、 近代競馬といった数多くの現代のスポーツが19世紀のイングランドで成立した。その中でもサッカー、ラグビー、クリケット、競馬は以前としてイングランドで最も人気のあるスポーツである。スヌーカーやボールズといった競技もイングランド発祥である。サッカー現代サッカー発祥の地である。 1863年10月26日に、ザ・フットボール・アソシエーションと12のクラブの間で会議が開かれ、同年12月までに6回のミーティングを行って統一ルールを作成した。この統一ルール作成により現代のサッカーが誕生した。イングランドにおいてサッカーを統括するザイフ A は世界で唯一国名のつかない最古のサッカー協会である。 不景気やフーリガン問題で一時低迷したが、現在国内リーグのプレミアリーグは、世界中から優れた選手を集め、最高峰のリーグと称される。クラブチームでは、マンチェスターユーナイテッド FC、リバプール FC、チェルシー FC、アーセナル FC、マンチェスターシティ FC などが競合として世界に知られている。欧州サッカー連盟の4つ星以上のスタジアムの、 数はイングランドが最も多い。サッカーイングランド代表は自国で開催された1966年の FIFA ワールドカップで優勝した。しかし、それ以来主要な国際大会では決勝まで進めていない。2008年の欧州選手権予選では24年ぶりに本大会に進めず終わった。ラグビーラグビーイングランド代表は世界大会で活躍している。 2003年のラグビーワールドカップで優勝を、1991年2007年2019年で準優勝した。ラグビーのプレミアシップでは、バース、ノーサンプトンセインツ、レスタータイガース、ロンドンワスプスといったクラブチームがハイネケンカップで優勝している。統括団体はラグビーフットボールユニオンでサッカーなどと同様イングランドの名はつかない。 シックス・ネーションズでの優勝回数は、ウェールズに次ぐ2位。女子大会では、最多の15回。クリケット16世紀から、プレーされている。イングランド・ウェールズ・クリケット評議会が、国内組織を統括している。クリケット・イングランド代表は、自国で開催された2019年のワールドカップで、初優勝した。女子クリケット・イングランド代表は、 ワールドカップで4度の優勝経験を誇る。ロンドンにあるローズクリケットグラウンドはクリケットの聖地と呼ばれ、ワールドカップの決勝戦などが模様された。国内リーグはカウンティチャンピオンシップがあり、イングランド所在の17クラブ及びウェールズ所在の1クラブ、合計18クラブにより編成される。競馬協のスタイルの競馬は16世紀のイングランドで始まった。 サラブレッドと呼ばれる品種が誕生したところでもある。アスコット競馬場で行われるロイヤルアスコットやエプソム競馬場で行われるオークスやダービーなどが有名である。ロンドンオリンピック2012年夏季オリンピックは7月26日から8月12日まで首都ロンドンで開催された。ロンドンは1908年、1948年にもオリンピックを開催しており、 同一都市で3度開催されるのは史上初である。ありがとうございます。